中のさでなんか運消化してる感マジであるよな。なんか知らないけど、てか今日のさ、だからゼシカの回避率最近ひどすぎるんよね。本当にゼシカが全く避けないからさ、オールスターでホームラン打って吉野風に何叩かれた小林を見てるようだ。あ、ごめん、60回目ですね。風呂帰りました。お帰りなさい。今日ラストです。今日ラスト、トリマ勝つぞ。勝つしかない。その気持ちだけで十分だ。ほら、ハルクもその期待に応えてくれてる今。うん、オーケーオーケー。レーザーなし。ノーレーザーはやる気を感じるよ。いいね。1ターン目で当たったダメージ784。素晴らしい。いやでもハルクは悪くない。ハルクは悪くないんだよ今のは。うん、オーケー。ノーレーザー、ちょっとやばくねこれ。てかさ、なんかノーヒー集中狙いだよな最近のトレンドは。これ自己スパ来たら終わりなんだけどな。来なかったわ、よかった。2ターン目で当たったダメージ200ってひどすぎるだろこれ。ハルクやべえな、確変してるわ。ハルクノヒーも確変してるな。できればそれは2戦目で出してほしかったけど。ためろ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 。よし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 。ここ自己スパ来てたら後ろ2人落ちてたからね。それは一番避けなきゃいけない状況だった。できればちょっともう何もせずにこの場を勝たせてくれたらもうそれでいいんだけど。うん、いいね、いい感じだよ。なんか最近初期の頃みたいなの痛恨避けるってことしなくなったよね。あ、やべえ、これ悪伝死ぬな。自己スパ打たれても多分悪伝は耐える。悪伝は耐性があるからこの時のためにあったんだな。いやー、そこはナーグルカなんじゃない、そこはナーグルカなんじゃなかった。よし、ナイス、よくやったよかった。そこで先手取ってくれなかったら多分アグネワンチャン死んでたから。完璧。スカモン死者ゼロ。さあラストやってこう。もうな、とにかくいてつく波動来なかったらもうどうしようもないからな。うん、頼むぜ頼むぜ旦那。よし、波動だ、いてつけ、ロード長くいてつけ。よし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 、完璧だ。よしよしよし。いやマジワンチャンあるぞこれこれワンチャンあるぞ。おー、1ターン目突破しただけだかもしれないけどワンチャンあるわ。いや普通にあるっ
普通にあるよ。ククールがな、先手取ってるのって見たことないよね。ククールで先手取ってくれたら別に最悪死んでもいいんだけどな、こいつ本当に。ククールの先制率って低いもんね。いやーどうしようか。ルカに2発ハマるかどうかだな。ヤンガスが下げたらマジで神。よーし。いやだからな、だからなこっからなんだよな。いや待って、またここか、またここか、またここか。どうしようかな、2段階下がってるんだよな。もうゼシカ入れるしかないけど、強制催眠が怖すぎるんだよな。いや次波動来る確率はめちゃくちゃ低いんだよ。うん、でもここで入れるしかないよね。ぶっちゃけ波動が主人公に当たった時のためにここは、いや、ゼシカに瞳が当たる確率は 10%。 ゼシカに瞳が行くのはわずか 10% なんだよ。うん、ゼシカがアルゴンつけて先手取ってくれたらもう神だけど。いやそもそもでもあれなんだよな、あれなんだよ、そもそも、いやでもあれか、通常攻撃がゼシカに行く可能性もあるのか。いや輝くは次のターン、このターン絶対来ないの。輝く息は絶対来ないターン、ここは輝くはありえないターンなんで。生きてるんだよな。ぶっちゃけ主人公予想でもいいけど、ここは。いやーここどうだろうな。でもアルゴンしかもうないよね、ここは。もうアルゴン一択だよね。アルゴンで先手取ってくれたらもうそれでいいんだけどな。無理だよな。いやーでも星降るは、星降るとアルゴンだったらダメージどんだけ変わるの、ここ。星降るとアルゴンでどれだけダメージ変わる、この状況。それによるよな。300ぐらい。300はでも実際でかいよな。いやみんなだったらここどうやっていく、ここどうする。ちょっと意見取りたい。アルゴンでいくか、星降る、星降るってなんだ、星降るでいくか。これどっちだマジで。いや、アルゴン先手は、まあ、でも星降るでも先手率は多分3割ぐらいしかないけど、35% ぐらいか。200か。よーし！
え、これどっちだ。やばい、どっちのチーム呼ぶ、どっちのチーム呼ぶ、ここ。いや悩むな。殴るかはそもそも発動率が低いし、もうこっちしかないよ。殴るかの発動率低いわ、こいつ強体勢で守備力下がらんわ。あいつらはどっちかでも痛恨で暴れてもらうしかないからな。うん、いい感じいい感じ。マヒャド切りすんな。まあ、一発出たら許す許す。よしよしよし、無駄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 。よーし来た。やばいやばいやばい、来てる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 よ。やばい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 、押せない、コマンドが怖くて押せない。いてつけいてつけいてつけ、まずい。あ、でもまだ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 ワンチャンあるな。行くしかないんだけど、ここ C パートに行かないことマジで祈るしかないな。いや、これ、これ C に行ったら、次でルカに切れるよね。いや、でもここもう行かせるしかないんだよね。ハルクが多分先手取ることを祈るしかないから。それで今3瞳プラス、なんだったっけ、なんだったかな、忘れたな。攻撃プラス瞳だったっけ、ちょっと忘れたけど。多分今でも B なんだよな。とにかく。だからここで、A に戻ることをしないと厳しいと思う。かなり、かなり厳しいね。ハルク先手取ってくれ、頼むぞ。よし、ナイス、マジナイス、このレーザーはナイス。先制ルカにしかないでしょ、ここは。ここはもう先制ルカにで、とにかくちょっと下げてもらうしかない、一発でも。もしルカにがハマれば、瞑想来てもまだワンチャン残るから。うん、だからそろそろ A に戻ってくんねえかな。いや、ルカに別に入んなくても、まあまだ通行2発でどうにかなるけど。うん、よし来た。やばいやばい、待って、やばい、痛恨のミスかもこれは。よーっしゃ、勝ったでしょこれも。勝ち確、勝ち確、これは。よーし、瞑想外した、瞑想外し、瞑想外し。いや、今のところ、今のところ、今のところは、今のところみんな、これ今 C パートの瞑想はまあほとんどだったの。ここは今瞑想引かなかったから、来た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 。待て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 。
そう、2分の1だった。今のは C 行ったから。待って、これ、どうするどうする。え、もう一、いや、でもここ瞳来たらきついよね。いや、いや、もうスカモ読んでいいのか。いや、でも瞳来たらやっぱりきついか。え、そうなんだ。次瞳来るから強制催眠。あー、主人公に瞳が当たったら厳しいか。いや、主人公に、でもそうだな、あれ持ってないんだよね、何も。もうじゃあチーム余分にかけるしかないか。じゃあここ瞳引かなきゃ勝ちなんだよマジで。いや、ここ2分の1だな。瞳引いたらちょっときつい。でも瞳引いたらまだきついわ。瞳引いたらここはマジできつい。ここ通常攻撃してきたら OK。 ここ通常攻撃なら OK。 あー、おお、来た。あ、もう勝ったでしょさすがに。え、いったんじゃね。これさ、だってさ、もうさ、待て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 、これは今このターンに A パートに移行したんだよ。いいか、みんな、このターンに A パートに移行した。いいな。だから、あ、今 C パートからこのターンに A パートに移行したんだよ。だからこのターンは C パートの瞑想に移行しないの。ドラクエイトの使用上、1ターンの1回の攻撃の間に2パート移動することはないから、瞑想には絶対行かないってことは、もうこれ多分押せばいけんじゃね。痛恨で落ちたらかっこいいぞ。でもこれ殴るかなんで落としたか。あー、でもいい。対戦ありがとうございました。